ハイタイ、時計は午後10時30分回りました。小室由里のゆるサプリ、今週も30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション専門家、小室由里がお届けしております。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、占い癒し処八雲庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系、トータルボディケアココア提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。はい、無事に東京に戻ってまいりました。先週はですね、 FM 宜野湾のスタジオから生放送でお届けをさせていただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。またね、機会があったらやりたいと思うんで、その時はツイキャスで絡んでいただければと思います。楽しかったよね、楽しかったよね。あの、想像以上に占いコーナーが読むのが、ね、大変でした。あれはね、ちゃんとプロの先生にここはもっとセクシーに読んだ方がいいよっていうアドバイスをいただいて、ああいう形になったんですけれども、そこに生放送で読めっていうことは入ってなかったので、自分でやってて、もうかれこれね、夜サプリ5年近くになるんですけれども、想定外の設定でした。はい、今週も気合を入れて、皆さんの耳に残らないぐらいの気合を入れて占いコーナー読ませていただいておりますので、楽しみにしていてください。ということで、今週のコーナー紹介です。夜に聞きたいサプリメント、サプリのお客様、あなたの恋と愛に役立つ素敵なお話を聞かせてくださるゲストをお迎えしております。一週生放送が挟んでしまったんでね、先々週のゲスト引き続きのご登場です。共同司法書士事務所代表、高橋智弘さん、橋友の愛称で親しまれている高橋智弘さんです。今週は愛について語ってくださいますよ。そしてこれも生放送だったので一周ずれております。妊活一言サプリ、ご担当いただくのは子宝鍼灸師市毛真也先生です。今週はですね、ファスティングと妊活についてお話をいただきました。痩せたいだけじゃないんですね、ファスティングって。さらに DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。夏も終わりですからね、最後に夏やり残したことがないように、この占い聞いておいてください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、お待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メールいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上ポチッとしてくださいね。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、今週のサプリなお客様、先週に引き続きこの方に来ていただきました。共同司法書士事務所代表、高橋智弘先生です。橋友先生、よろしくお願いします。今自分に遺言書、遺言伝道師、橋友です。よろしくお願いします。そのポーズ見えないからどうしても条件反射で出ちゃいますね。はい、橋友先生がでどんなポーズをされているのか見たい方は、橋友先生のツイッターフォローしてください。ありがとうございます。橋友先生、ツイッターフォローしてもらうのになんて検索したらいいですかね。はい、橋友で検索いただきたいんですけれども、注意点がですね、橋がひらがな、友がカタカナで、橋とも4文字で検索していただけると一発で出てきます。橋がひらがなで、友がカタカナですね。はい、そうです。先週が
愛について、はい、熱く語ったところで終わっちゃったんで、はい、今週はその続きからお話を聞いていきたいと思うんですけど、はい、橋友先生、愛伝えられていますか？愛してるよ、好きだよ、はい、言ってる？なかなか言えないなかなか言えないですね。遺言は愛だと言っている橋友先生なのに。だから遺言で伝えてます。とある方から聞いたんですけど、はい、この遺言書を残しておかないと、例えば、はい、前妻さん、亡くなった時の、まあ、5歳さんですね、うん、この2人が対峙する可能性なんかもあるんですよ、なんて話も聞いたことあるんですけど、あり得る話です。正確に言うと、前妻との間に子供がいる場合のその子供ですね、うん、と5歳さんっていうのが完全にどちらも相続人になりますので、まあ、難しい対立しちゃう、まあ、その対立に絡んで当然前妻さんもね、子供の親ですから関わってくるっていう構図になるのかなと、うん、それはお金の問題だけではなく、はい、感情優先のお話し合いになりそうな気もしますね。めちゃめちゃなります。でそもそもコンタクト取りたくないとか話したくないっていう気持ちも当然持たれる方いるわけですから、大変な負担ですよ、それ残される人にとっては。もし私が前妻さんだったらいや連絡取りたくないですね。でもそこに子供がいたら、この子たちには真っ当な権利がある、うん、そうです、はい、それを自分の感情一つで亡き者にしていいのかっていうのはすごい葛藤ですね。そうですね、子供が小さい場合はね、そう、その葛藤が当然出てきますね。だからこそ遺言書を残しておかなきゃいけないわけですよね。遺言書で、誰にどの財産を残すのかってちゃんと書いておいて、うん、であとまあその遺言書の中でその相続の手続きを、まあ、例えばこの弁護士さんに全部お願いしますっていうふうにやっておけば当事者同士がこう一切コンタクト取らずに全部相続できますので、うんうん、先週も聞いたんですけどね、はい、遺言書って自分ごとにならない問題じゃないですか、はいはい、何かこう自分ごとに近づけるコツとかあったりするんですかね。うんうん、自分ごとに近づけるコツですね。自分ごとに近づけようって思った時点で多分結構自分ごとになってると思うんです。ああそうなんだ。果たして自分に関しては多分そんなもんで結構いいと思って、大変なのは家族にこう自分ごとになってもらうっていうのが超大変だと思うんですよね。はい、大変です、今大変です。はい、そう、親とか、はい、親にちゃんと相続のことを見据えて遺言書とか考えてもらいたいって子供を思うんですけど、うん、それを親に自分ごとにさせるっていうのがもう至難の業ですよね。やっぱりこれは皆さん抱えてる問題なんですね。皆さん抱えてる問題で、多分特効薬みたいなものはないです。ないのか。決めてないので時間をかけて、説得っていうとやっぱちょっと語弊がありますけれども、うん、時間をかけてそういうマインドに少しずつなっていってもらう必要があるのかなって思いますね。橋友先生がじゃあこの遺言書を残す、はい、何歳から残すのがベターだと思いますか？まあ、これは遺言書ってもう10代の人でも書けるんですね、うん、もう早ければ早いほどいいと思っています。そう、なぜかというとやっぱ人っていつ亡くなるかわからないので、うん、もう僕は42歳ですけれども書いていますし、もっと早く書いてる方もいます。自分に万が一のことがあった時に、誰かに財産ちゃんと残したいっていう、そういう相手がいる、大切な人がいるんだったら書いた方がいいかなというふうに。橋友先生ご自身で書いてみて何かお気持ちって変わったところありましたか？変わりました。どの辺が？僕自身の家族に対するこの関わり方っていうのがかなり大きく変わりました、遺言書を書いたのがきっかけで。どんな風に変わられたんですか？遺言書書く前は仕事第一で家庭のことに時間を費やすっていうことを自分で意識してなかったんですね。はい。
でも遺言書を書くときに、これが自分の最後のメッセージって思って家族のとの思い出を棚卸ししていって、文明を考えていったときに家族と過ごした時間がものすごく少ないっていうことに気がついたんですね。はい、だから遺言書を書くことをきっかけに家族との時間をもっと大切にしたいっていうふうに自分のマインドが変わったわけなんですね。へー、大切なものに気づくことができた。これは一回書いてみる価値はありますよね。そう思います。で、人によって自分の大切にしている人物が一体何なのかって多分違うと思うので、遺言書を書いてみることで自分 の、 あの新たな、一面に気づくことができるんじゃないのかなと思ってます。そんな橋友先生なんですけど、橋友先生 TikToker でもあるんですよね。あ、そうです、毎日アップしております。TikTok 毎日夕方アップしてるんですけれども、だいたい20秒から30秒ぐらいの動画で、やってることとしてはパソコンのキーボードをカタ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 ってこう叩きながら、替え歌を熱唱するっていうことで。しかも橋友先生無駄に歌がうまい。ありがとうございます。めちゃめちゃ声張ってますよね。めちゃめちゃ声張っておりますね。私見たのがワンズの世界が終わるまではのあれを見て、ええ、相続終わるまではって替え歌やってるやつですね。この人何者だよ。いやでもあれ分かりやすくて面白い。ありがとうございます。これ替え歌はやっぱり遺言とか相続の替え歌にしてるわけなんですけれども、遺言相続堅苦しいイメージありますから、もっとこのカジュアルに興味持ってもらうための入り口きっかけとして、まあ、そんな替え歌見てもらって興味持てたらいいのかなと思ってやってます。替え歌って結構替えるの時間かかるじゃないですか。誰か実は他にやってくれてる人がいるとかあるんです？います、はい、チームでやっておりまして、プロのミュージシャンの方が歌詞を作ってくれています。ここでちょっとある人にお声をかけてみようかと思っているんですけれども、おドテライさん、ドテライさん、あれ呼びました、呼びました、はい、橋友先生の優秀なかつちょっと辛辣なアシスタントさん、ドテライと申します。はい、はい、ドテライさんよろしくお願いします。突然呼ばれまして、私ドテライさんのツイートというか橋友先生とドテライさんのやり取りを LINE のやり取りを橋友先生がツイートしてて、もうひどいですよね。あれダメですよ、業務連絡勝手にやっております。あんな形で晒しちゃダメですよってね、毎回言うんですよ。言えば言うほどあげるんですよ。橋友先生、こんな面白い LINE の、ね、スクショやっぱ見てもらわないともったいないなと思いました。で、私も知ってるぐらいですから、ドテライさんがカーペッペッペッっていうので終わるっていう、世の中おかしいですよ。なんかね、あれを見てなんか唾がないやつは評判が悪いんですよ。あれコメントとか見てると。最近の橋友先生はドテライさんから見てどうですか？最近の橋友先生ですか？がもう相変わらずやっぱり面白いなと思ってますね。もともとがやっぱりなんかちょっとなんか変だなっていうか、目立ちたがりなんですよ、橋友先生って。目立ちたがりだから歌も歌うし、はいはい、目立ちたがりだから本も出したがるし、目立ちたがりだからラジオに出たがるし、でなんか僕はタレントになるんだって言って、でなんかちょっと PV 作ってくれよ、僕のなんか1分間でこう紹介できる PV作ってくれって言われて、じゃあもうどうなっても知りませんからねって、 YouTube で橋友って出すと、なんか荒川河川敷で橋友先生が踊ってる PV が出るんですけど、それを僕が作ったっていうところから橋友先生のコンテンツ作るっていうのが始まったみたいな感じなんですよ。あれドテライさんだったんですね。見ましたよ。もう1から10までの最後までも全力投球でやったやつですね。あれは大変な撮影だったんですよ。あれはなかなかこんな司法書士いないですよ、ね、こんなに目立ちたがりの司法書士がいないんで、なんかもう本当ただの目立ちたがりな人みたいな違うんです、違うんです、めちゃめちゃ目立ちたがりですよ、本当にめちゃめちゃ目立ちたがりですね。いいコンビですね。そう言ってるとね、はい、もう裏でどんだけバチバチかは全然知らないですけどそれはこのズームが終わった後にやってくださいということで、突然ドテライさんにもご出演いただきましたが、橋友先生、はい、書籍8月10日に出版されたそうで、こちらのご案内をいただいてもよろしいでしょうか？は
はい、改めまして8月10日発売させていただきました不走者さんから、タイトルがですね、もう会えないと分かっていたなら。 Amazon でも買えますか？あ、はい、Amazon で買えます。書籍版と Kindle 版両方ございますので、 Amazon で検索キーワード、もう会えないと分かっていたなら、こちらで検索していただくと一番上に出てくるかと思いますので、ぜひ、ポチッとしてみていただければと思います。はい、相続が愛に変わる実話集、もう会えないと分かっていたなら、不走者より発売中です。ぜひお手に取ってください。お願いいたします。今週のサプリのお客様、共同司法書士事務所代表高橋智博先生、ありがとうございました。ありがとうございました。もらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。このコーナーは妊活一言サプリ、ご担当いただくのは東京は浅草にあります受精院で子宝恩灸をしておられる子宝鍼灸師市毛真也先生です。今週は妊活とファスティングについてお話しいただけるそうです。それでは市毛先生、よろしくお願いします。妊活サポーター子宝鍼灸師の市毛真也です。妊活一言サプリ27回目の今日は、妊活とファスティングについてお話をしたいと思います。ファスティングというと皆さんはどんなイメージを持つでしょうか？私もメディカルファスティングっていうのを取り入れておりますが、妊活にとってもファスティングってまあいいと思いますね。まずファスティングをするとお腹の調子が良くなりますね。腸を休めてあげるからですね。消化をする必要がないので、働きっぱなしの腸を休めてあげられる。まあ、それによってその分体の代謝とか免疫能力にエネルギーを注ぐことができるわけですよね。人は通常どこにどれくらいのエネルギーを使っているかというとですね、考えたりするのですね、20%、運動とか筋肉ですね 20%、まあ、それに対して消化は約 40% ものエネルギーを使ってるわけですよね。残りについては、まあ、生きるために必要な心臓とかを動かす、まあ、エネルギーに使ってるわけですが、食べ物を消化するのに 40% ものエネルギーを使ってるということですね。考えたり運動したりとか、まあ、そういうエネルギーよりも2倍です。2倍、すごいですよね。食べた後に眠くなるというのも分かりますよね。腸の働きというのは
それだけ重要なんです。ということは、何を食べるかということも大事です。時には腸を休めてあげるということも大事ということなんですね。で、私がおすすめしているのは、ワンデーファスティング。24時間だけのファスティングです。ファスティングというと、もう無理、きついっていうイメージ、まあ、よく聞きません？ファスティングも1回で効果が出るとかではなくて、何回かしてあげることで免疫力が上がったり、まあ、代謝が上がったりとかしますよね。免疫力が上がれば、まあ、感染にも打ち勝てます。子宮内での免疫力も上がるわけです。ということは感染も防げて、感染が不妊の原因というふうに言われている現代、着床率も上がるということも言えるわけですよね。ワンデーファスティングは全くの絶食ではなくて、ファスティング中はミネラルを取らなければならないので、例えば、具なしの味噌汁ですね、汁だけのお味噌汁とか、まあ、発酵ジュースを取ることを勧めています。もちろんお水もたくさん取ってほしいですね。2週間に1回または3週間に1回、腸を休めてあげてはいかがでしょうか。さて今日はここまでです。ファスティングのやり方とか聞きたいことなどありましたらご連絡をください。お問い合わせは、高校は新旧 KOKOA 新旧で検索してみてください。メッセージお待ちしていますね。それではまた、バイバイ。先日のキス FM 神戸 BNI 阪神南プレゼンツエキスパートボイスにもファスティングのプロの男性がいらっしゃって、始めたきっかけがやっぱり妊活だったそうなんですね。妊活とファスティング、切っても切れない関係性でしたね。市毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索 KOKOA 鍼灸、 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いさぶり。DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占いますよ。夏の終わりにしたいこと編。それではセクシーに参ります。先週恥ずかしかったのよね。お羊座、夏は冷たいものを食べすぎて胃腸が疲れてるかもしれないわ。土鍋で炊いたご飯は体が喜ぶわよ。お牛座、夏の最後には線香花火がしたいわ。長く火種が残れば願い事が叶うらしいわよ。双子座、日焼けの肌はダメージが残るものね。ねえ、背中にアフターローション塗ってくれない？カニ座、お風呂グッズを買いましょう。コーラ、泡風呂なのに見つめすぎ。獅子座、暑いから熱中症には気をつけてね。大丈夫だったら私とチュッする。乙女座、ベランダで夕涼みしましょう。冷酒と冷ややっこでほてった体もスーッと冷えるわ。天秤座、夏の終わりにかき氷はいかが？白いシロップをとろーりかけてみたくない？サソリ座、冷たすぎる組み合わせは疲れちゃうわ。
冷たい麦茶と甘い和菓子の組み合わせがいいわね。いて座、あなたのお家でゆっくりお泊まりもありね。朝にはコーヒーを入れて、じゅーっと焼いたおっきなソーセージ食べましょう。ヤギ座、夏の疲れで体が凝ってるの。ブルブルブルっと震える電気マッサージャーで全身をほぐしてほしいのよ。水亀座、人混みを避けてドライブに出かけましょう。車内は二人きりの密室よ。魚座、見晴らしのいい高台で星を眺めましょう。流れ星見つけたら二人の永遠の愛誓いたいわ。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット八雲、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、エンディングのお時間となりました。来週はこちらも最後ですね。表サプリと題しました、気になるサプリ、男と女についてのニュースをお話ししていきたいと思います。最後というのはね、 FM 大和さん毎週水曜日オンエアしているチガットルート467が9月で終了となりますため、よって表サプリも終了となります。いつかまた戻ってくると思います。楽しみにしていてください。そしてUSB プロファイラー押したり構造先生がご担当いただいております。あなたの強み発見サプリはありますよ。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、トータルボディケアココア、琉球食系の提供でお届けいたしました。この後はウーマクーで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん、先週は大変お世話になりました。次回は月曜日の FEC チューンドに乱入したいと思います。なんで、最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。扉に変わるかもという勝手な希望にとらわれて壁を叩き続けてはいけないわ。フランスのファッションデザイナーココ・シャネルの名言です。扉は変わりません、壁を叩いても何も変わりません。希望は自分で扉を作って、そして開くものです。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたに